はい、今、これからタイヤ交換4本するんですが、いつも、この1本だけですね、少し空気の下がるタイヤがあるそうです。パンクしているのか、あとまたホイール、やまたこのゴムバルブですね、エアバルブ、こんなところから空気が漏れていたりとか、あと、ホイールの内側の状態が少し錆びてたりとか、ゴミがこう溜まっていたりなんていうことがあったりしますので、ちょっとこのタイヤを新しくする前にですね、この空気漏れの原因を突き止めて、そして、新しいタイヤを快適に使っていただこうという、今、前段階1回空気漏れの調査の、調べを、ね、これからするところです。私たちのところではこのように空気漏れ少しお悩みになられている方も結構いらっしゃって、私もお問い合わせ受けたり、窓口で、もう直接ご来店いただいて、空気漏れが私のあるんですっていう、ご相談がよくあるんですね。今回も、これタイヤを交換するときに一回その普段継ぎ足ししながら、空気を継ぎ足しながらお使いになられたので、タイヤをね、新しくするときに、しっかり見てから、次のタイヤ快適に使っていただくために、いたしましょうという今お話をして、これから調べるところです。水槽の検査などをしながら、空気漏れの微量な、空気が下がる空気漏れをちょっと探します。